ついにこの日が来たか。どうも皆様こんばんは、セゴリタ三世でございます。さてさて、まず何よりもツアー発表おめでとうございます。よっしゃー、やったね。さあ、ついに来ましたよ皆様、ツアーでございます。先日ですね、ポスターをですね、突然ババンと街中に出して、18年ぶりにですね、アルバム発表しますよって言ったハイスタンダード、今回はですね、ツアーですよ、全国ツアーです。僕のコメント欄でも二通りのですね、予想があって、僕はですね、ツアーをやるんじゃないかと思ってたんだけど、もう一つの方はですね、まあ、エアジャムをやるんじゃないかというような感じで、二つ分かれてたんですよ。今まではさ、ほんとショートツアーとかはあったけど、こんなに全国回るっていうのはまあ、ないしね。しかもね、アリーナも入ってるんですよ。で、ハイスタンダードはですね、僕がものすごいガキの頃、メイキングザロードの時だって、全国津々浦々回ってるんですよ、ライブハウスをね。なんで、アリーナなんてやってないんですよ。アリーナクラスをやるっていうのは、ジャムだけだったんですよね。それがまさかのですね、もうアリーナバンバン入ってきてると。で、ピザーズデスにはですね、特設のですね、ページも出来上がっていて、お三方の写真があるんだけど、これもすごいよね。ピザーズデスレコーズはもともとハイスタンダードを動かすために立ち上げたレーベルですよ。それでさ、いろんなことがあって、横山さんが二人にやめてくれって言ってる状態で、今一人になって社長になって、でまたね、ここに映ってるんだっていう。人ってね、喧嘩しても仲直りってできるんだなって思いますよね。まあ、それはいや、置いといて。で、下にね、スクロールしていくと、ザ・ギフトツアーってスケジュールが出ていて、これで間違いやすいところなんだけど、青いところがライブハウスです。赤いのがですね、アリーナになるわけですよ。なので、関東近郊で行くと、ライブハウスは渋谷のツタヤオーイースト、あとは下北のシェルターぐらいですね。あとは埼玉スーパーアリーナ、もう僕ん家から目と鼻の先ですから、もう超行きたい、ここは絶対行くと思ってんだけど、あと大阪城ホールとかね、大阪城ホールなんて 2days ですよ。考えらんないよね。本当に。いやー、時代は変わったなというふうに思っております。しかもね、ライブハウスに至ってはチケットの値段が3500円ですよ。3500円ですよ。名前がね、こんだけ知れてたらね、普通5800円とかね、6000円とかね、取る気なら取れるんですよ。だけどね、3500円っていうこの男気ね、いやー素晴らしい。これは嬉しいよね。で、アリーナに至ってはさ、やっぱアリーナ貸し切るのにもうすぐお金かかるから、まあ、6600円と。それはまあしょうがないですよね。まあそれでも安いけどね、本当にファン思いだなっていうふうに思います。地方とかから来る人もとかいろんなことを考えてギリギリの価格設定にしてるんだろうなってすごくよくわかるんですけど、これはね、本当に見習ってほしいよね。いろんなバンドに。もう上に行ってさ、名前が知れてったらさ、まあ、レーベルね、メジャーになっていくとさ、どんどん値段上がっていくじゃないですか。こんなに高くなっちゃうっていうのがね、もちろんそれに比例してさ、すごいね、演出とかも多くなってくんだけど、いやー、やっぱ値段って重要だからね。なので、これ本当に男気を感じるチケット価格じゃないかというふうに思っております。なので、僕の視聴者さんもね、まだ見たことない人とかですね、興味ある人たくさんいると思うので、これはもうぜひチャンスですから、ぜひね、参戦できる方はぜひ参戦していただいて、で、これまた、ピアノサービスを利用してるので、スマホじゃないとダメなんだよね。これはなんかいろいろ前もあったんだけど、スマホでもね、大手と契約しないとダメなんですよ。格安スマホだったらダメだったような気がするんで、まあもしかしたらシステム変わってるかもしれないですけど、その辺注意していただければ。まあ最速先行で申し込めるんだったら申し込んどいた方が安全ですよね。おそらくチケットの値段はとんでもないことまで跳ね上がってしまうだろうということは予想されるので、皆さんもう転売屋にですね、1円でも儲けさせることなく、自分が欲しいな、行きたいなと思ったチケットをですね、無事にゲットしていただければなというふうに思っております。では皆さん、今回のハイスタンダードのツアー発表どう思いましたか？ぜひ下のコメント欄に感想を書いて教えてくださいね。